日本橋高島屋で行われていた大黄金展で展示していた1000万円の金の茶碗が盗まれました。その後、容疑者が逮捕され、盗まれた金の茶碗も無事都内で見つかりました。本日はこの出来事について私独自の見解を交えて解説していきたいと思います。なお、これはあくまで私独自の取材でありますが、もしも閲覧者の皆様に共感していただけるのであれば、高評価、チャンネル登録をしていただけると幸いです。 TBS の報道によりますと、日本橋高島屋から純金の茶碗が盗まれた事件で、茶碗が今日東京台東区内の買取店で見つかったことが分かりました。この事件は東京江東区の堀江容疑者32歳が今月11日日本橋高島屋で開かれていた大黄金店の会場から1040万円相当の純金の茶碗を盗んだとして一昨日逮捕されたものです。警視庁によりますと、堀江容疑者が江東区の買取店に売却したと供述していましたが、その買取店にはすでに茶碗はなく、捜査員が茶碗の在りかを追っていたところ、今日台東区の買取店で見つかったということです。見つかった純金の茶碗には純金石川光一作と作家名が刻印されるなど、特徴と重量も盗まれた茶碗と一致したということです。警視庁が詳しい取引の状況を調べています。また周辺社の報道では、この堀江容疑者は父親と共に生活保護でギリギリの暮らしを営んでいたとも報じられています。私の独自の見解ですが、何はともあれこの茶碗が見つかってよかったと思います。見つかったところが最初に買い取った買取店ではなく、転売先の買取店で見つかったとのことですが、これが買取店ではなく一般の客が買い取った後ですと厄介なことになります。と言いますのは、警察の生活安全課から古物商の免許を受けている買取店で見つかったのであれば、元の持ち主が返してほしいと言ったら、その店は基本的に返す義務があります。ところが仮にこの茶碗をこの買取店に来た一般の客が買った場合、この客はこの金の茶碗が盗品だということを知らなかったといういわゆる善意の第三者を主張できることになります。そうなると元の持ち主は無償で返却を求めることができません。自分の所有物でありながら今の持ち主から買い取らなければならないのです。というわけで、今回の盗まれた金の茶碗が一般人に渡る前に古物商の元にある段階で見つかって本当に良かったと思います。そしてこの品を盗んだ堀江容疑者ですが、先ほども申し上げた通り生活保護を受けているとのことです。今回の事件の舞台となった日本橋高島屋百貨店というのは、日本で知らない人がいないぐらいの超有名超高級百貨店です。地方在住で日本橋高島屋について名前だけ知っているという方は、高級デパートなんでしょ程度に思って、自分の地元の一番立派なデパートのちょっと上ぐらいに思っているかもしれません。しかし日本橋高島屋百貨店というのは一般人の想像をはるかに超えた別世界です。いわゆるセレブの行く百貨店であり、一般庶民とはまさに住む世界が違うというレベルの方々ばかりが利用する百貨店です。どのぐらいすごいかというと、まあ一言では言い表せませんが、大人の男性なら最低でもネクタイスーツを着用していないと恐ろしくて足を踏み入れられないぐらいの格式高い百貨店であり、それは電鉄系のデパートがどんな店伸びをしても追いつけないぐらいの高級感が漂います。こういう超上流階級の利用する百貨店ですから、まさかお客様の中に黄金店の展示品を盗む人はいるまいと考えたとしても、それは警備の不備とまでは言えないかもしれません。何度も申し上げますが、一般庶民や中の上、上の下はおろか上の中の生活レベルの方でさえもなかなか足を踏み入れられないような、めくるめくようなきらびやかな店舗なのですから、決して生活保護を受給している人を貶めるつもりは毛頭ありませんが、いわゆる中流階級の人でも入るのに気後れするぐらいの、まさに上流階級のための店舗に散歩をしていたら、たまたま高島屋の黄金店の案内が目に入ったので会場を訪れたという堀江容疑者の心情がなかなか理解することができません。その時だけはきちんと下見なりをしていたのか、それとも最初から盗むつもりで機会を伺っていたのか、はたまたいわゆる魔が差したという状態だったのか、堀江容疑者の取り調べの結果や裁判の行く末が気になります。では今回はこの辺りで。なお、これはあくまで私独自の見解でありますが、もしも閲覧者の皆様に共感していただけるのであれば、高評価、チャンネル登録をしていただけると幸いです。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。